ヘタレプログラマーは、今日も仕事で疲れ切って、遅くなって家に帰ってきた。すると、彼の5歳になる娘が、ドアのところで待っていたのである。彼は驚いて言った。まだ起きていたのか。もう遅いから早く寝なさい。パパ、寝る前に聞きたいことがあるんだけど。なんだ？パパは、1時間に、いくらお金を稼ぐの？お前には関係ないことだ。ヘタレプログラマーである父親はイライラしていった。なんだって、そんなこと聞くんだ？どうしても知りたいだけなの。1時間にいくらなの？女の子は嘆願した。あまり給料は良くないさ。$20くらいだな。ただし残業代はタダだ。わあ、女の子は言った。ねえ、パパ、私$20貸してくれない？なんだって。疲れていた父親は激高した。お前が何不自由なく暮らせるために俺は働いているんだ。それが金が欲しいだなんて。ダメだ。早く部屋に行って寝なさい。女の子は黙って自分の部屋に行った。しばらくして父親は後悔し始めた。少し厳しく叱りすぎたかもしれない。多分娘はどうしても買わなくちゃならないものがあったのだろう。それに、今まで、娘は、そんなに何かをねだるってことはしない方だった。男は、娘の部屋に行くと、そっとドアを開けた。もう、寝ちゃったかい？彼は、小さな声で言った。パパ、女の子の声がした。少し泣いているようだ。今日は、長いこと働いていたし、ちょっとイライラしてたんだ。ほら、お前の$10だよ。女の子は、ベッドから起き上がって、顔を輝かせた。ありがとう。パパ。そして、小さな手を枕の下に入れると、数枚の硬貨を取り出した。父親は、ちょっとびっくりして言った。おいおい。もういくらか持ってるじゃないか。だって足りなかったんだもん。でも、もう足りたよ。女の子は答えた。そして、$10札と硬貨を父親に差し伸べて。パパ、私、$20持ってるの。これで、パパの1時間を買えるよね。昔、うちの主人も、息子がまだ寝ている時間に出勤、帰宅は、午前様、休日出勤もざらという日々が続いており、休みの日はずっと寝ていて、夕方に起きてきて、一緒に、早めの夕飯を食べるだけという生活をしていた。息子の3歳の誕生日がたまたま日曜だったので、主人は多少無理をして朝から一日中息子と遊んでいた。主人が予約してあったケーキを受け取りに行こうとした時、息子が一言、また遊びに来てねえと言って、玄関でバイバイと手を振った。その時の主人の顔が忘れられない。これまでの息子との関わり方を深く反省したらしく、その頃から、休みの日は朝から息子と遊んでくれるようになった。今では息子も父親になり、父親譲りの子煩悩さを発揮しているようだ。この話を読んで、遠い昔が蘇ってきたよ。